大きく時期を分けるとするならば3年生夏で、そして3年生秋冬、あとは4年生に入ってからの春、ステップっていうのはやっぱりあるんですよ、就活って。だその中に自己分析っていう問題があるんだけど、これはまず取っ払った方がいい。どうも、シュルです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は23卒の就活スケジュールについての動画なんですけども、この動画を通じてこれから就活始める人とか新3年生とかがどういうフローで動いていけば就職活動うまくいくのかっていうのは、正解はないと思うんですけど、就活の専門家の方にお越しいただいて今日は聞けたらなと思ってます。ワンキャリアのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。専門家お願いします。いや、もうやれてくれよ。実際の就活生にも来ていただいてます。簡単に自己紹介お願いします。あ、はい、東京未来大学モチベーション行動科学部から来ました、鈴政拓也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから最大1年ちょっとぐらい就職活動をするということで、そこからのスケジュールをお二人に聞けたらなと思うんですけど、就活の全体感とか知ってますかね。これからサマーインターンが始まって、結構早期選考みたいなのが早くなっていくのかなっていう、うん、だからなんとなくざっくりしたイメージしかまだ分かってないです、うんうん、はい、OK です。大きく時期を分けるとするならば3年生夏、うん、でそして3年生秋冬、あとは4年生に入ってからの春、うん、っていう風な形で分かれていきますと、夏、秋、冬、春に何があるのかっていうと、夏と秋冬はインターンシップになります。あとは一部企業で本選考ですと。で、秋冬ぐらいから外資系の企業だったりだとかベンチャー企業なんかが本選考、まあ、要するに選考の移管によって内定を出しますよっていう選考を始めていますと。で、4年生の春頃以降になってくると日系大手企業と呼ばれるような企業も、まあ、本選考をスタートしていくっていうふうなスケジュールになっていますと。これがまあ全体感です、うん、選考に応じて企業研究だったりだとか選考対策っていったものが行われるので、年間を通じてずっと何かしらの企業の研究をしたりだとか自己分析をしたりだとか面接を受け続けているっていうことが続いてしまうから、なんか就活長期化って呼ばれるものになりますと。全体の流れとして早期化してるっていうのはそういう背景があるんですね。そうです。就活のスケジュールっていうふうにあるんですが、結論、学生は別にいつどのタイミングで動いてもいいです。お、はい、多くの人はギリギリいいやとかまだいいやと思う人が多いと思うんですね、うん、それでもいいですか。もちろん先に動いておいた方がいいことはありますと。で、それなんでかって言ったら、打率が同じバッターがいた時に打席数増やした方がヒット、ホームラン打てる確率は高まるじゃないですか。確かに。で、この夏の時期から動き出している方が挑戦する回数だったりとか内定が出るチャンスだったりとか増えるんで、結果的に早く動いてる人の方が確率として内定を早くもらえるチャンスが多くなると。となると先輩たちって早く動いておくのが内定をもらうためには必須だよというふうに伝え始めると、うん、ってなると、まあ、初めて就活をやる人たちは早く動かなきゃっていうマインドにどんどんなっていきますよねっていう、うん、それを無視するっていう意思決定もありだと思うし、うん、それを無視しないっていう意思決定もあると、うん、早く始めた方が時間はあるし、方向性が正しければ正しいほど自分が進みたい方向に近づけるんで、うん、その方向性を知るってことと時間を取るっていうことは必須だと思います。で、大概間違ってるのは方向性が意味わからんところにあっちこっちあっちこっちあっちこっち行くから意味わからんぐらい時間かかってるっていうのがあるので、うん、方向性を定めることが僕は重要だと、うんうん、方向性を定めるにはどうしていけばいいですか。方向性っていうのもいろいろあるなと思っていて、ステップっていうのはやっぱりあるんですよ、就活って。最初にモチベアップみたいなのがあるんですよ、就活やろうっていう、うん、あとは焦りっすね、やばいやらなうん、ここに入るわけですよ。で、次就活を知るっていうフェーズがあって、就活を知るっていうのも全体像とかスケジュールとかを理解して動き方をちゃんと知るっていうことが大事で、次に企業を選ぶみたいな話になってくるので、どういうふうに企業をその中から選択していくのか絞るのかって話で、その後に受かるっていうのがあって、うん、で受かるから次は決めるっていうのがある、うん、っていうぐらいが就活の動き方なんですよ。シンプルじゃないですか、やらないといけないことって。だからこのフローに沿った時に何をやらなければならないのかっていうところを考えた方がよくて、うん、その中に自己分析っていう問題があるんだけど、これはまず取っ払った方がいい。やらない方がいいんですか。違う、
違う、間違えた。もう、わかんねん、こういうのが。自己分析って、受かると選ぶしかないんですよ、シンプルに言ったら。うん、さっき最後に言ったけど、うん、受かると選ぶしかないんですけど、両方に自己分析が絡んでるから、問題がわからなくて、みんな頭の中ぐちゃぐちゃになるんですよ、うん。受かるためにも自己分析が必要だったり、うん、選ぶためにも自己分析が必要だったりするから、ややこしくなる。はい、だから、自分を知るみたいな、一回取っ払った上で、受かると選ぶっていうところ。対策に集中してみると、うん、最終的に自分を知らないとここの要素足りないんだなっていうことに気づけると思うんですよね。だからまず自己分析から始めるのはやめた方がいい。おいや、マジでやめた方がいいと思う。明らかにゴールを設定したいものに対して自己分析の方法も定まってないのに、みんなノートを書き始めるでしょ、うん、で、ノートを書き始めて、うん、これは俺かみたいな、うん、ならへんやん、それって。最終的なゴールは選ぶのかって全然違うので、自己分析っていうのを最初にやるのはやめた方がいいと思う。ぐちゃぐちゃになるだけだから。自己分析が受かるにも選ぶにも絡み合ってるみたいな話したじゃないですか、うん、これ結構面接官からすると気軽に自己分析足りないねって言っちゃうんですよ。それ意味合い結構変わっていて、例えば面接の中の受け答えでたどたどしかったと、自分のエピソードを理解できないと、こういう時に言う自己分析足りないねは、その企業の選考に通過をするために自分が何をやってきたのか、自分の強みとは何なのかっていうことをうまく話せていない、選考通過のための自己分析が足りないねっていう内容になるんですよ、うん、一方で今後企業研究をやっていこうだったりとか、今受けている企業の中でどこに一番魅力を感じているんだろうか選べない、この場合ってさっき言った選ぶのが自己分析なんですよね、うん、自分が仕事の中で何を大事にしているかとか、どんなキャリアを作っていきたいかっていったような自分起点でしか答えがないものが理解できていない、これで自分が知れてないよねっていう自己分析足りないよねになるんですね、うん、けどこれ全部フィードバック合わせると自己分析足りないねになっちゃうんで、就活生からするとちゃんとやったつもりなのに、受かるための自己分析はちゃんとやっていたけれども選ぶための自己分析が足りなかったのか、でもこの選ぶための自己分析って受かるための自己分析とはハウトゥーが違ったりするので、なんか違った方法をやっちゃってて、自分とは何なんだというふうに自分探しの旅へ出ちゃうと。なあ、自己分析って2種類あるってことですね。あ、そうどうですか、先生の話聞いて。自己分析ってなんかみんなやってるし、結構セミナーとかでも自己分析まず始めましょうってこうなんか結構言ってる人が多くて、うん、それでまあちょっと自分もやってみようと思ってたんで、受かるための自己分析と選ぶための自己分析が分かれてるっていうのを今ちょっと初めて知って、うん、これはちょっと得だなと思って今回のテーマの23冊の進め方で言うと、結論、正しい進め方はないんですね、正直。ない。やろうと思った時がもうスタート。そう、ただルール知るっていうのはすごい大事だと思います、うん、ES どう書いたらいいのかっていうルールとか、うん、面接ってどういう風に話した方がいいのかっていう基本的なルールってあるじゃないですか、うん、それをまず押さえに行った方が良くないですか。だから受かるために基礎情報をしっかり理解しましょう。で、次に企業ごとの対策みたいなのが必要になってくるので、企業ごとにどういうことが求められてるのかっていうのを対策しましょう、うん、っていうのをまずやった方がいいんじゃないですかね。で、だったら学生時代頑張ったことを書かないといけない、自己分析の問題が絡んでくるから、その時に自分で改めて考えたらゴール定まるじゃないですか。だからシンプルにちゃんと目的を設定して手段を明確にしてからアクションした方がいい。企画しているゴールをまず仮置きして、で、その手段として自己分析をするとより効率よく進めるっていう。そうということで、就活の進め方についてお聞きしたんですが、そこからどう具体的に進めていけばいいかの、うん、マインドセットというかが知れたのでよかったなっていうふうに思います、うん、ということで、お二人のチャンネルは下の概要欄に貼ってるので、よかったら覗いてみてください。ということで、本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。